週刊フリーブレイズ、はい、週刊フリーブレイズです。アジアリーガイスホッケー東北フリーブレイズの選手のインタビューやチームの最新情報を毎週ご紹介しています。今日は12月の5日木曜日です。全日本選手権が終わりまして、今週からアジアリーグが再開ということで、フリーブレイズは12月はアウェーの試合ばっかりということで、日光に行って来週韓国行って再来週はもう一回札幌に行くという、大事な12月ということでございます。今回ご登場いただきますのは背番号31番、橋本道夫選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。まずはシーズン、アジアリーグが今週から再開になりますが、約20試合終わりまして、ちょうど半分が終わろうかというところですけれども、今シーズンここまで、振り返っていただいて、どんなシーズンだと感じてますか？そうですね、まあ自分の任されたポジションというか、まあ、そういう意味ではある程度はできたと思うんですけれども、まあ、残り試合のプレーオフのことも考えて、さらなる力を発揮しなければいけないなと思います。全日本選手権も終わってまた練習も再開してますが、最近のチームの雰囲気などはどう感じますか？そうですね、全日本選手権では54分間は本当フリーベースの試合というか戦い方ができたと思うんですけど、準決勝ですね。はい、残り6分間でちょっとやられてしまって、まあ、嫌な雰囲気だったんですけども、まあ、3位決定戦の方でみんなすごい下向かずやってたんで、まあ、アジアリーグにつながる勝ち方ができたかなと思います。今年も決勝に行けずに迎えた3位決定戦だったんですが、こう心境としては道夫選手は先発マスクを任されて、どんな心境でその試合には臨んだんでしょうか？そうですね、コンディション的に、まあ、3位決定戦の前日とその前の日も15分間しか氷に乗ってなかったので、まあ、コンディション的に結構厳しい状態だったので、まあ、なんとか一発目のシュートだけは止めて、あとは点数取ってくれるのを願ってました。はい。その試合も第1ピリオドの終わりかけで拓磨選手のゴールで先制して、第2ピリオドは両チーム無得点と、第3ピリオドで、短い時間で連続ゴールを許してしまいました。あのあたりはいかがだったんですか？そうですね、アジアリーグで前回大内さんとやった時も、はい、開始早々失点をしてしまった時があったので、まあ、そこの反省はしてたんですけども、でも気をつけていたんですけど、ちょっと自ら失点しまったんで、まあ、残りのアジアリーグの試合では気をつけて頑張りたいと思います。終了13秒前でダリル選手の同点ゴール、これはキーパーとしてはもう嬉しい気持ちだったんじゃないですか？そうですね、あの時間帯で追いつけっていうのはチームの力だと思いますし、また延長で V ゴールも決めてくれたので、まあ、さらなる勢いが出たと思いますし、いい勝ち方ができたなと思います。わかりました。はい。今シーズンも、まあ、畑選手と、まあほぼ交互に近い形で、起用されているシーズンかと思いますけれども、畑選手2年目なんですが、まあ、去年と比べて、まあ、畑選手もちょっといろいろ大変なこともあるシーズンかと思いますが、先輩として2年目の彼はここまでどういうふうに見てますか？そうですね、1年目はやはりこう若者らしいプレーというか度胸のあるプレーをしてたとは思うんですけど、今年に入ってはちょっと肩自身の中で変えた部分っていうのが見てて分かるので、まあ、それがいいところで出たりなかなか出なかったり、まあ、本人もちょっと苦労してるのかなとは思ってたんですけど、まあ、ここ最近春打線からそれがしっくりくるようになったのか、だいぶいい状態になってきたなとは思います。まあ、去年もいろいろとアドバイスを送ったりされていたということでしたけれども、今年もそういったアドバイスをするサポートし合うという関係は変わらずですか？まあ、基本畑自身もその畑のいいところというか自分をコントロールできるっていう、まあ、自分を分析しながらできるいいところがあるので、まあ、無駄なことは言わないで、まあ、遠くから頑張るよとかそういう形で見てます。優しく見守ってるということですね。なるほど。あと日々のこう練習も含めて、ゴーリーもう一人50番木本選手もいるわけなんですけれども、木本選手って道夫選手から見てどんなプレイヤー、あとはどんな若者
ですか。まあ、あの人間的にもすごいいいやつだし、まあ、練習も一生懸命やりますし、おこの間の新横浜と、郡山の試合では3ピリ毎試合出て、うん、まあ、すごい頑張ったと思いますし、まあ、木本にとってもすごいいい経験ができたと思うので、まあ、これからの練習に関してあの一緒に、まあ、頑張っていきたいなと思います。さっきなんか向かいのドラッグストアからいっぱいなんかペットボトルのジュース買ってがっくり肩を落としながらだったんですけど、なんかそういうことってチームであるんですか。あの、はい、まあ、練習の最後に、はい、あの JP の機嫌のいい時にそういうシュートアウトゲームというか、はいはい、まあ、今日も JP が最後決めて、はい、木本がジュースを支払うことになったりとかあったので、まあ、リラックスする時間も大事だと思いますし、うんうん、そういうコミュニケーションを取りながらやるっていうことも大事だと思いますし、まあ、次のアイスパック戦に向けて、はい、まあ、チームとしていい遠征にしたいなという形で、まあ、練習したと思います。なるほど、分かりました。はい、3位決定戦でも試合をして、でまたレギュラーリーグでアイスバックスと戦うわけで、去年も3決でやって盛岡八戸八戸って都合4連戦にもなったわけなんですが、このトーナメントで当たってまたレギュラーリーグで当たるっていうのはやりづらさっていうのもありますか。まあ、あの試合、あ、3位決定戦の、まあ、試合の前にあの富士山の方からアイスバックスと、まあ、3連戦ということで、うん、まあ、3位決定戦の試合ではもうアジアリーグとは関係なく、あの勝ち点のかからない試合ですけれども、まあ、この3連戦は絶対3連勝しなきゃいけない、うん、まあ、その3連勝した勢いをまた韓国、その次の札幌でも生かしていきたいなと思います。うん、この12月アウェー連戦7連戦ですね、かなり重要な月になりそうですね。そうですね、まあ、あのキーパー陣もだいぶ落ち着いてきましたし、まあ、シーズン当初と違ってあのガボシも合流していい雰囲気になりましたし、まあ、あと誰か来ればいいかなとは思ってるんですけど。さて、ちょっとまたお話変わりますけれども、先日、同じフリーブレイズとホームタウン同じサッカーチームバンラーレ八戸の、はい、照井敦選手、はい、現役を引退されたんですけれども、道夫さんと照井さんは、まずは道夫さんがバックスにいらした時に、はい、照井選手も栃木 SC にいたということで、はい、結構いろいろ縁のある選手なんですってね。そうですね、あまり話したことはなかったんですけど、八戸に来てから、まあ、見たことある車が止まってたんであれと思って、まあ、まずナンバーで気づいたんですか。はい、まあ、他県のナンバーでしたので、はい、まあ、僕もそちらのナンバーをの車を乗ってたので、はい、まあ、お互い何かなと思ってて、何かで、あの何年か前には銭湯で一緒になってちょっと話しかけてみたら土地に SC でサッカーやってて、全然僕もアイスバックスやってて、すげえ裸の付き合いですね。はい、でそれで、まあ、同じアパートだったので、まあ、会ってから挨拶するようになったりとかですね。不思議な縁ですね。栃木で一緒にというか同じ時代プレーしてて、今八戸でしかも同じアパートっていう、お話、どんなお話したんですか。まあ、挨拶程度とか、の優勝おめでとうございますとか、もう頑張ってくださいとか、おあと駐車場で子供遊ばしたらちょっと来たいとかあ、もう家族ぐるみの付き合いまで、まあ、そこまでいかないんですけど、まあ、そうなっていくのかなと思います。うん、はい、テリー選手もあのバンラーレの最年長ということで、まあ、引退っていうのを聞いたとき、やっぱりちょっと何か寂しさみたいなものはありましたか、道夫さんは。そうですね、あのやはり他のバンラーレの選手よりあのちょっと親近感っていうのがありましたので、うん、まあ、少し寂しいなっていう感じがありました。なるほど、はい、まあね、テリー選手も、バンラーレのスタッフとして残るようですので。なるほど、分かりました。そういったつながりがあったんですね。はい、もう一つ全然違う話なんですが、さっきお子さん駐車場で遊ばせてるということでしたけども、はい、お嬢ちゃん最近の様子いかがですか。そうですね、あのすごい話すようになって、またすごいわがままになって、あら、言うこと聞かない。そうですね、あの中途半端な英語でなんかグダグダ言ってます英語も、はい、あ、そうなんですか。はい、じゃあパパが遠征とか行ってる間に結構そっちの英語の勉強とかもしてるんですか。
そうですね、お腹にまだいた時から聞かせてたりとか、DVD とか今でも見てるので、まあちょこちょこっと話しても。パパ怒るんですか？なんかうっと思ったら、まあ、怒りたい時もあるんですけど優しく怒ります。優しく怒る、はい、どういうふうに？まあ優しくそうなんですね、はい、一緒に遊ぶ時は何して遊ぶんですか、みちおパパは？まあその英語 の DVD 見ながらと見ながら遊んだりとか、その付属でついてるおもちゃで一緒に遊んだりとか、はい、その道具をこのお風呂場に持ってったりとか遊んでます。あ、そうなんですね。パパが遠征とか行ってる時はずっとなんか英語の DVD とかもそうですけど、フリーブレイズの、ね、前の試合とか見てるみたいですね。あ、そうですね、お父さんの顔忘れないようにお父さん顔ってマスク食べてますけどねなるほど、ありました。さて、フリーブレイズは先ほどもお話ありましたけれども、12月は遠征に出ておりまして、次のホームゲームは1月ということになります。この12月でのアウェイでの頑張りがまた1月の試合へのムードをさらに盛り上げると思いますので、ぜひホームのファンに向かって、一言メッセージをお願いできますでしょうか。はい、次の八戸の、試合まで時間は空きますが、それまでの間にまあ、一戦一戦大事にチーム一丸となって、またスタッフもファンの皆さんも一緒になってまあ戦っていると思いますので、ぜひいい結果を残していい年を迎えてさらなる飛躍をしたいと思います。わかりました、はい。非常に厳しいアウェーの連戦になりますが、はい、ぜひそれを乗り切っていただきたいと思います。はい、週刊フリーブレイズ橋本道夫選手でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。